はい、速稼塾の久保です。ポイント活動してますか？モッピーというポイントサイトね、私は徹底的にやってますけども、私の動画を見てね、その案件私できませんって言って終わっちゃう人がいるんですけども、これはね違うんですよ。自分で探すんですよ。私は自分で探したのをたまたまアップロードしてますけども、これはね、私ができるやつをずっとやってるんですよ。で、どれができるかは人によって違いますんで、私の動画を見てる方に合わせてやってるわけではないんですよ。それはね、ちょっと探していきましょう。で、探して探して探してないってことはまあないと思うんですけども、もしね仮になかったら、じゃあ別の方法で稼ぐ方法を作っていきましょうってことなんですよ。まずはね、このね数百件もあるようなポイントサイトモッピーの案件を、まあベターっと1日ね5分とか10分とか20分時間取って、まずどれか1個できないかなっていうのを毎日やっていきましょう。で、何もなければアンケートをやればいいと思います。この前お話したようにアンケートサイトに答えて1ポイント2ポイント10ポイントぐらいなんですけども、そのアンケートに答えると別の形で Amazon のギフト券が何回でももらえますよみたいなのに出会うわけなんですよ。で、私はアンケートすら全部やってますからね。だからこういうことが言えるんですよ。だからやり込んでいったら必ず抜け道っていうかね、次のステップに行くはしごが見えるんですよ。で、1個か2個とかね、10個とか20個やって見えるってことはありません。まあ少なくとも、まあこういうね、類のプロの私がやってるぐらいはやらないと、アマチュアなら。ね、プロがやってて、こんなにやってて、プロじゃない人がちょっとしかやらずに、どうやって私と並ぶんですかって話ですからね。ですんでね、頑張っていきましょうよ。もうこれで、めんどくさいとか言ってたら、全部めんどくさいですよ、もう。で、あとはね、できないことをできるようにしていくのが、稼げない人が稼げるようになっていく、このね、道なんですよ。まあ、それはもうどうしようもないです。できないことをできないままにしといて、稼げちゃうみたいなこと、ちょっと私もね、そこまでわかんないですね。ちょっと画面切り替えて見てみましょうか。ポイントサイトモッピー、12月25日、すでに 87,480 ポイントになってますね。どうですか？この前まで5万ポイントぐらいだったと思ってたでしょ。2、3日前。こうなるんですよ。で、アンケート見てみましょうか。アンケートに行くと、私が本当にね、アンケート全部やってるのか分かりますから。見てください。回答済み、回答済み、回答済み。回答済みばっかりでしょ。で、まだ回答できてないのが4つありますけどもね。これからやりますから、これね。で、メニューを開いてマイページで、ポイントが 87,480 ポイント。で、必ずありますからね。で、あと判定中のがバーッと並んでるでしょ。これが判定中から確定に変わりますからね、20万近く。で、全部で30万くらいあるでしょ。10月の末からなんで、丸2ヶ月で、ポイントサイトで30万とかになったらすごくないです？ね。やっていきましょう。ね。頑張っていきましょう。うん。はい、ところで、今日も私のね、このモッピーをお見せしました。まずはね、モッピーに登録するところから始めていただいて、最初は1万2万とか、ドカンドカンドカンっていうのはうまくいきません。まずは、まあ、最初、初めてやる人はね、特になんですけども、1ポイント、2ポイントを積み上げていくことから始めて、徐々に経験を積んで、10ポイント、100ポイントとかね、500ポイント、1000ポイントとかね、1万とか2万みたいにステップアップしていけばいいと思うんですよ。最初の1ヶ月、2ヶ月はどっちにしろね、そんなにね、稼げないんで、操作を覚える、操作に慣れるをやっていきましょう。その後で、半年とかね、1年後には、コンスタントに日々稼げるようになってますから。私はね、このポイントサイトモッピーで、2021年末までに、絶対に100万円稼いでやろうかな、というふうな、遠い目標を立てております。遠い目標を立てて、そして目の前のことを一生懸命やる。それでいいんじゃないかなと思います。本日は以上です。それでは、モッピーの方ね、まずは登録してみてください。